こんにちは。Amazon サポーター堀秀夫です。今日はサポートの受け方のコツ。平均的な手法では平均的にも稼げないという話をしたいと思います。手前味噌ですが、私はうまくいくパターンを見つけて、過去にね、こういうタイプの会員さんはこれうまくいったとか、近所にそういう店がなったらこれがいいだなとか、そういうのをね、何百人っていうかもう、1000もしかしたら2000人弱ぐらいサポートしてますんでね、その今まで、ヤフオクなり日本アマゾンなりアメリカアマゾンなり独自サイトなり何しろその相性のいいやり方をそれぞれの個別の会員さんに当てはめてサポートをしています、ところが、特にね、学生時代勉強でできた方慎重な方はね、平均っていうのをかなり気にする傾向があります。平均を気にする。みんなどうやってんだろうか。いろいろ調べちゃったりね。他の人はどうしてますかって質問が出てきたりとかね。実はこの他の人どうしてますかとかね、いくらぐらいの売上でどんな利益ですかっていうのはね、かなり危険な質問で、その質問してくる人ってね、能力高いはずなのになかなか稼ぎが増えない傾向があります。それもね、今までのサポートの悩みだったんですけど、先月読んだこのね、本興味が持てる商品を扱うとかいろいろね、それを裏付けを気づかされましたけど、この幸福優位7つの法則というのでね、書いてあったグラフと話で、非常に分かりやすく説明できるんでね、それをお話ししたいと思います。まず、平均値をね、よく、例えばね、かける時間で得られた収入とか、こういう例があったとします。で、多くの場合ね、この突出していい、状態とかを気にしないと、あくまで平均に寄せようとするし、平均より劣る、場合があったら、それをどうやって平均に持っていくかという考え方をします。これが普通の、工業製品を作るのに都合のいい人間、あるいは大企業で働くのに都合のいい人間を育てるには、この教育方針が非常にいいというのでね、これがもうある程度学校に適応できて勉強できた人には常識になっていると。足りない部分は補う。落ちてるものは平均まで持っていくと。で、突出してるのはね、異常値だから除外しちゃうというのがね、一般的なこの教育によって得られた常識、あるいは学問的なので言うと、このいかにね、異常値を除外するか。で、異常値のプラスの異常値は除外する。マイナスの異常値は、それ病気とかね、なんかなんで、それをどうやって治すか。マイナスに着目する人は多いけど、仕事としてね、プラスはもう除外するっていうのがほぼ常識。ところが、転売ビジネス、あるいはビジネスにおいては、このまさにプラスを見つけて、どうやったらね、じゃあこの平均の人たちをプラスに持っていけるか、あるいは、マイナスがたくさんあるけど、その人が持っているプラス点は何か。で、プラス点があるってことは、すなわちそれがね、他の人に勝ってるってことですから、ビジネスにおいては儲かるってことにつながります。だからね、私は、今まで何に興味を持ってたとか、近所に何のお店がありますか、どんな友達がいますか、家族の趣味だとか、いろいろ、それこそ、根掘り葉掘り聞いてね、なんとかこの、プラスに今までなってるパターンと同じような形で商品探しをしてもらいたいというのでね、サポートをしています。ところが、慎重な人とかできる人は、逆にこの平均を気にして、逆に足りない点をね、補おうと。私の話だと税金とか関税とかね、送料をまとめて安くするとか、そういう話がね、なかなか出てこないんで、調べてね、それをなんとか自分の劣ってるところを見つけて、それをね、補おうというような方向に時間を費やすことがあります。無駄です。平均に到達しただけだとビジネスにおいては役立たないです。学校の勉強だとね、弱点を補うっていうのは役立ちましたけど、ビジネスだと弱点を補って平均値に行ったところで意味がない。役立つのはこの平均以上に行ってる、この異常ポイントだけ。だから早く異常ポイントを見つけてね、その異常ポイントでプラスに持っていくと。で、Amazon 輸出、非常にシンプルなんで、商品探しだけでね、有利に探せる、興味が持てる、あるいは近所だからいつも行ける、店を探して商品探しをすればいいだけです。まあ、他のことについてはね、英語だの、税金だの、関税だの、トラブルだの、なんだのっていうのは私に聞いてもらえば済んじゃう話なんで、まあ、月1万6500円から3万円払えばね、簡単に聞けることを、まあ、貴重なスタートの時間に、その時間を使う必要はないと。で、いくら苦手なものを頑張ったって、正直私はたくさんの人にサポートしてて、まあ、普通だったらありえないような事例をいっぱいやってるんでね、私のレベルのその、問題解決能力が身につくことはありえないということなんでね、もう商品探しだけに集中してもらった方がいいです。これね、いろいろ聞く人がね、聞いてもいいで答えてもいいんだけど、それ聞いて答えてやり取りしててね、遅いよなって、初めにスカイプで話したときはすごい優秀で楽しみにしてたのに、この歩みの遅さは何なんだろうっていうのをね、たびたび感じることがあったんですけど、まさにこのグラフの説明で出てきたね、この本のグラフの説明で出てきた話、そのまんまです。プラスの異常地点を除外しちゃって、なんとか平均で済まそうとすると。ただね、平均的にみんながやってる商品をみんなと同じようにやったらみんなと同じなんで利益全く出ないんでね、この異常ポイントに、どうやったらね、プラスの異常ポイントに到達する商品が探せるかってことが重要なんで、そのためにはね、私の一見、ね、何のためにやるんだか理解しにくいような話でもすぐできることならやってみていただくと、本当大丈夫なのかなとかね、自分でもちょっとチェックしようと思っていろいろ調べれば調べるほど平均的な頭になって稼ぎにくくなりますんで、まあ、3年黙ってついてこいと言ってるわけじゃなくてね、個別サポート半年で結果を出しますと言ってるわけですから、まあ、その半年間はね、もうぐっとこらえて、言ったことだけをやっていただくと、レスポンスよくやっていただくと、で余計なことは調べないというのでね、商品探しに特化してもらった方が確実に早く稼げるようになりますんで、まあ、サポートを受けるコツとしてね、そんな風に考えていただければと思います。また、だからといってね、何も質問すんなって言ってることじゃなくて、疑問に思ったこととかね、確認したいことはどんどん質問してください。ただ、いろいろ気にして調べる人ほど、稼ぐまでの時間かかることが多いんでね、それない方がいいですよ。でもやっちゃったんならね、別に怒りはしないし、間違った方向に行っちゃうとまずいんで、確認とか報告はしていただいた方がサポートはしやすいです。そんな形で、今日はサポートを受けるコツ、ね、プラスのポイントを早く見つけて商品探しに特化して、プラスになる商品をいかに早く見つけるか。そのためには、分かんないことがマイナスなことはね、気にしない方がいいというお話でした。以上、Amazon 輸出サポーター、堀秀夫でした。